間関係のことな。初めての酒取った人と一緒に1回ビアティーやったわけや。うん、いけた。2回くらいあったかな。どっちも私がリーダーやったから。ああ、別に気にせんで済んだって。そう、自分が仕事量を調節できる立場、うん、逆だったらイライラするかな。え、でもその一緒に夜勤やった間ってこう接触あった。接触あったよ、うん、それに話も。それはいける。家のことだったりとか、お父さんのこと話したりとか、うん、まあするよな。やっぱりお前に人として嫌いなわけではない、ね、そのこの人のことが人として嫌いになったんだろうかっていうぐらいもうしんどかった時期があった。もう乗り越えたというか、やっぱ間が空いたと、あと昨日相方さんのその嫌われてもいい、人に好かれようとするのは相手にとって都合のいい私である、あれ、そう。でも別に、まあ、最悪嫌われても仕方がない、うん、私は私で、多少イラッとされてもその時だけで、別にずっと嫌われるわけでもなし、イラッとしようがしまいが、それは相手の問題やったら別にそういうのじゃないよ、うん、こっちから攻撃とかそういう意味ではないよ、うん、平和に生きたいっていう精神があるわけよ。何、うちらは。いや、これは出たね。別に揉めたいわけじゃないやん。なんで我慢したり人ぶったりするかってどういうところだと思う？あ、これは完全に保身だろ。保身というのは自分が可愛い。いや、自分をよく見せたい。見せたい。よく見せたい。嫌われたくない。嫌われたくない。はい。八方美人と。まあ、多少のことしても意外といけるなって思うわけよな。日々いろんな人にイラつくけど、別に嫌いになったかって言われたら、なってないし、あの時攻撃されてイラッとしたっていうのはあるけど、別にこれで嫌いになるっていうんでもないけん、 100% 好かれた状態でおることの方が難しいっていうね、昨日気づいた。あ、そう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 。なんか逆のことを言えば、本物の敵はおらんってこと。本物の敵というのはちなみに、いきなり包丁で刺してくるとか、そういうパターン。いや、そうじゃなくて、24時間あなたのことを嫌ってる人はいない。本番的っては24時間生きりを飛ばすぐらいってこと？そう。まあ、おらんわな。あくまで仕事上の問題であって。ああ。仕事が終われば別に関係ない。なるほど。本番の敵っていうのはおらんとも言える。はあ。ほんまに人間関係で悩んでるときは、多分聞き入れられんかったよ。ある程度自分の中で苦しんで、それなりの答えを探しとって、まあ、こうじゃないかって悩んできとる件こそ受け入れられたんだと思うな。昨日の同じ子ってようなことは過去に言われとるはずない。冷静な目で見れた。昨日夜勤してみてな、その人の観察をしたらいいところが見れた。もうずっといいとこ見れんかったよこの人は。けどいいとこが見えたよな。あと至らんとこもあるで。その 100% じゃない件、もちろん私にもあって、そのどんな人にもあるでな。自分もあって誰しも100点じゃない。その100点じゃない部分をたくさん見よったわけよな、今まで。うん、恋に。ムカつくっていうか、嫌やったっけ。逆に悪いとこが見よったけど、昨日はいいところが見えた。ってことは、回復傾向にあるっていうことだよな。あと、仕事ぶりを見よって、あ、ガチで忘れとんやなっていうのが分かった。悪気があってしよんじゃないっていうのがほんまに分かった。うん、嫌なことが重なったことで、悪気があるように変換されとったよな、私の中で。人を変えるって相当難しいと思う。かっこっていうのは、いや、いいですよ、全然、とか、やっときますよっていうんじゃなくて、自然体で、まあ、この人がやるだろうけん、ある程度は置いとこうとかできるっていうか、患者さんに無理のない範囲で任せとけるというか、まあ、忘れとったら、まずで忘れとんじゃなと思って、イライラせんと、その人の分ができたけん、もう、いいんかなって思う。働かなあかんかったときに、これ私の性格もあるんだなと思って、その損失等と損得で考えるところ、みんな平等じゃないといかんって、ある意味日本人ですよな。これぐらい私はしようけん、相手もせないかっていうのはあるんよな、私の中で。だから、でも一緒にやってみたら、これってな、私がめちゃめちゃ一生懸命やればやるほど、相手は苦しいんかもしれんと思った。やったらええじゃんだけではないんだなって。やっぱり何もかもやんどったら、せこうなるんかな。構わんよが、ほんまの意味の構わんよじゃなくて、やれよって心で思うようになったらいかんのよな、もうこれは。手に怒っただけやけどな、こっち。それをほなけん、うまくこう、お願いっていう形で人にしてもらう。うん。ちょっと、これを私がやるけん、これ
はお願いできませんか、ちょっと目いっぱいやけん助けてもらえませんかっていう感じの、私これやんねんけどお前さんこれやんないか、ではやっぱり人は動いてくれんけん、そのお願いするんってすごく難しいよな。仕事を振るとか、3年経ったけん、うん、見えてきた部分があるけん、うん、そういうのを覚えていかないかんって思われるな。そういうのとは仕事の割り振り的な、段取り的な、仕事の総量がなきゃ一人では絶対こなせん、うん、わけで、これがキャッパ超えたわけ、私怒っとったんだ。そう、それもあると。ほんで人に勝手に怒っとったわけだろ、結構嫌なやつやん。まあ、ほんまに頑張んねったとも言えるけど、これを人に強要しとったやろ、私っていうのは、良くないよなっていうのは思う。これで、一緒に働くけどペアのためって思うけど、ためじゃなくて自分のためだったわけよ。そう、とも言えるな。そう、ほんで、相手に押し付けとったよな、同じぐらい働けと。やばくない？なんでこいつこんなに動かんのか、うん、私こんだけしようのに、あいつも同じぐらい動かな、納得がいかぬってなっとったのは間違っとるなって思った。その人のペースがあるって。あ、これもあるし、その時の状況も違う。まあ、その人の能力もあるしな。私がいかにもできるみたいだけど、そうでもないんだけどね。雑な割、雑かもしれん。その、数をこなしただけかもしれん。でもこれも大事だけどな。質にこだわりすぎて結局電話できんかった意味なんだよな。あー、バランスですね。きっかけはその、あの人との不調和っていうか、ムカつくわっていうか、もうこの人とは仕事ができんって。運から始まったけど、あれちょうど不調な時期が重なっとった。自分の精神的な、あの人のことがに人として嫌いじゃなかったのに、もう嫌いになりそうで、そんな自分も嫌だと、うん、この裏にはいろんなことがあったけど、これが今分かった。なんで私こんなに怒っとったんだろうとか、なんで悪いとこ見出したんかなとか、なんとなく分かったら少し落ち着いて、いいとこが見えたっては大きいかもしれない。もともと人のいいとこを見つけるって苦手やけど、そうやから。別に仲が悪くなかったのに、したところが見えてきたって、よくすごかったんだろうな。言う割にやらんじゃん、指摘はするのでみたいな。でもこれも確かに言うことはない。もう、あの、やっぱ有言実行はしないなって、うん、その人のことをチェックすれば厳しく、けど自分は何様だって苦しむわけよ、そこで。どんだけできるのよ自分はって、人のことそんな悪いにチェックして、向こうの方ができるの分かっとる、ふなのに何様なってて苦しむんよ。それがしんどかった、倍返ってきよった、私には、うん、苦しい時期が続いて、やっと注目しとったよな、その人に。これが解放されつつあるのかもしれんと。自分の仕事のスタイルが実はよく無理しとったんかもしれんと思って、そっから始まっとったから、無理をするような環境だったんかもしれんけど、本当にたまたま。ちょっと楽になったんかも。変わったっていうか、こう考えたらいいんかなっていうのは、こうしたらええんかもしれんっていうヒントが分かって、少し楽になったぐらい。かな？多分新しく入った人の前向きなんに触れたけんかも。1ヶ月のうちの3日もあるっていう話。嫌なこと、嫌な人との勤務が。なんでやって。1ヶ月って30日よって、3日間だけで済むんだよっていう、あの言い方。自信満々で、けど、だけど、1日8時間はあるじゃないですかって、ずっとムカついとったらどうするんですかって、ゆっくり下がっていったやつな。じゃあ、ムカってした瞬間、引き算でもしたらって言われた。100-7 はって、そっから7引いていくよ。これって、MMSE ですよねって。いや、違う、長谷川チキじゃよとか、いや、MMSE ですよって。でも引き算やばいね、いいかも、やばすぎって。今までどうしたらいいかって聞いたら、具体的なんじゃなくて漠然と考えようにするとかの答えは言われたことあるけど、ほんまの具体的な解決策っていうのを出してくれたのは初めてですって言って、すごいねって。具体的な解決策を見せられ出されたことによってすごい衝撃を受けた。そしてそれがうちらが認知症のテストで使う方法だった。だけど、引き算、ムカついた瞬間に引き算って出していくのを見せつけないかって、それよって。けどその具体的な解決策を出してくれたことで、あるんじゃ解決策って、もしかしたらなんとかなるかもしれんっていう、急に道が開ける感だったよ。で、夜勤は別に苦しい思いをせんかった、割り切れたってことやね、ある程度。逆の立場だった時はどうかわからんけど、まあ多分前よりかはマシだと思う。以上。